耳たぶのでかい人はほんまに金持ちか、まあ、福耳の方はと、うん、どう思われますか。いやよく福耳って言われますけど、めっちゃ福耳ですよ、もう絵に描いたような福耳じゃないですか。いやだけどそんな大してお金持ちになってませんけどね。いや福耳で団子っぱなでしょ、これはダブルなんですよ。ほんま、うん、あの丸顔で福耳で団子っぱなの人が、うんうんうん、すごい金持ちやっていうのを伝説で受けてるんですけど、うん、いやそんなうまいこといけんけどね。副業が、うん、散髪理美容業、うん、理美容業で、店舗もかなりの店舗持ってはるんですよ、うんうん、やってられて今おいくつでしたっけ。53、29から店舗バー増やされて、うん、そら言うたら順調に行かれてた、うん、その頃からね、うん、耳もねだん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 こう太ってきたのもあるかもわかんないけど、こうなってくるのよね。あ、耳が変わってきた。多分食生活ちゃうかなと思ってね。もうこれ新しい道具やで。食耳は食生活。あの手相も変わるって言うじゃないですか。あ、変わりますからね。耳も変わるんちゃうかな、ね。聞きたいんですけど、今まで人生生きてきて、うん、お金にまつわるエピソードで、うん、なんかものすごいなんかボーンと大金入ったとか、うん、ものすごい逆にごっつい損したとか。ごっつい損したでいろいろありますね、うん、保証人になってバーンいったとか、バーンとかもう額にしたらどれぐらいさ損した。損したやっぱり1000万もったろ、3000万4000万あるぞ。おもう年収1000万はございますか。今ね半減したんですけどありましたよ、1000万超える、うん、あそれはもう長年、長年ほんで資産が、うん、5000万を超えると、うん、まあ富豪の部類に入ってくるとよく言われるんですけど、まあまあ5000万そうですね、そののもあって、まあまあ、あの負債もあると。散髪屋さんやってて、ずっといっぱいいろんな人の髪の毛ものすごい切ってきてね、はい、中にはお金持ちの人もたくさんおられたと思うんですけど、うんうんうん、散髪屋としてどうなんですか、福耳伝説は。あ、やっぱりね、うん、まあこう上に行ってはる人って、はい、やっぱり耳は本当に福耳、この人の耳も厚いし、こうほんとね餃子みたいなこうあの潰れてるわけだから、はい、ついのついてるもんね。やっぱ当たってますか。当たってるやっぱ当たってんやね。なんでなんやろうね。なんでそれ誰が言い出したんやろ。なんやろう。ほんで、うん、持ってる人で艶やかしだしね。あ、食うてるもんがちゃうから。やっぱりあのお辻さんおっしゃるように食べ物や。食べ物もでかいわ。では福耳は金持ち、心が豊かで金持ちになると、うん、それと食生活で変わってくるっていうね。ええもん食わなかった。